ここが我が帝国の砦だ。レグルスへ至る道を守る関門となっている。これはローザリンデ殿下、お迎えにも上がらず大変失礼いたしました。いや、使いも出さず来たのだ。気にするな。貴殿がここの隊長か。はっ、バルターと申します。任務ご苦労。どうだ、近頃の状況は。道中ご覧になったかと思いますが、レグルスへ向かう難民が押し寄せる毎日です。辺境では反乱軍の勢力が日に日に増しており、住居を捨てた領民たちが殺到しているのです。ふむ。またそうした難民たちが魔物に襲われ犠牲になる事故が後を絶ちません。我が砦の防衛隊が護衛を行っておりますが、何しろ難民の数が多く手が回らないのです。そうか、ステラ殿、そして隊長、いかがでしょう。我々も防衛隊の護衛を手伝うというのは、民たちが魔物に襲われるのを見逃すわけにもいきませぬ。うん、護衛を手伝おう。襲われる人たちを放ってはおけないよ。はい、私も賛成です。民を守るのも我が白妖騎士団の務めです。ありがとうございます。私からもお礼申し上げます。これで民が少しでも救われれば。なんで俺らが牢の民を護衛しなきゃなんねえんだよ。ライナーさん、お願いします。力を貸してください。その ケチくせえこと言うな、ライナー。護衛ぐらい手伝ってやろうぜ。牢とはいえ魔物に襲われるのを見捨てるわけにはいかねえだろう。結論が出たみたいね。それじゃ早速護衛に向かいましょう。